世界累計4000万ダウンロード突破。さあ、ウィーラブやっていきます。すげえな、4000万ダウンロードだって。で、ちょっとプレゼントでゴールドチケットもらったので、まあ、無料でね、今回弾けるガチャの方を全部ね弾いていきたいなと思います。で、あと他にもお知らせね来てたんだけど、で、こちらですね、試合が正常に終了することを意図的に妨げる行為への措置、まあ、要は無効試合とか好意的にこの切断とかするアカウントに対して要はバンされるっていうね、まあ、ことになったので、まあ、これで快適にねオンラインが楽しめるかと思います。はい、それでは、プレゼントの方受け取っていきましょう。ちょっと溜まってんだよな、全部受け取っていくか。今ね、SIM の方もやり始めてるので、ちょっと、報酬の方もらってるんだけど、はい、こちらですね、世界累計4000万ダウンロード記念、ゴールドプラスね、こちらがもらえるようになりました。で、オンラインイベントの方がやってるんだけど、まあ、コインの方が、まあ、こちらでも獲得できます。一番最初なんだっけ、ステージ1が100だっけ、100コイン高 でステージ2 200、ステージ3が400ということで700コイン、3回引けねえのか。まあいいや、今日はですね、まあ、無料で引ける分引くということで、こちらのコインの報酬含めて全て引いていきたいなと思います。はい、まず受け取ってきます。で、エージェントですね、シルバーの方が8個で、ゴールドの方が5個と、これ全て無料なんですけど、こちらに加えて先ほどもらったねコインの方で、まあ、2回ですねエージェントの方を引いていこうかと思います。まあ、なので、まあ、無課金でやられてる方とかも、まあ、同じぐらい引けるのでね、ほんとイベントとか頑張ってねやってみてください。めちゃくちゃ報酬もらえますよね。なので累計13回プラスコインのやつで、まあ、2回ということで15連ね引いていこうかなと思います。まあ、それでは最初シルバーの方からね引いていきましょう。さあ行きましょう。ゴールド来たのマジ運いいからね。はい、1回目、アレクシブラン。それではシルバー2回目です。これ8回中1回出たらいいよね、ゴールド。シャビトーレス、ボランチ。それで3回目、でも黒玉がねコロコロしてるから当てたいんだけど、シルバーで黒玉来たことないからね今まで。ジャン・ビュテル、ゴールキーパー。結構シルバーにしてはどうでしょう、まあいい方なんじゃないかな。はい、どんどん引きます。一番最初ちょっと黒玉チラッと見えるんだよね。きたー、ゴールドきたー。ジャレ、リオン。右サイドか、右サイドかなりいるからな。おーおーおお、なんかどうだろう、総合的には高いから、あれゴールドなのかなっていう感じはするけど、いやこれなら長友の方が全然いいわ。今これゴールドでは低い方だと思います。さああと4回。おお、黒玉の横の横、クイーン。はい、あと3回。黒玉がねチラチラ映るんだよね。レドリーは、これヒゲメンだな。ヒゲメンパーティーに組めるぞ。さあシルバー、残り2回。ラフィタ、これもヒゲメンか。でもシルバーだから長友とか出る可能性も、まあ、なくはないですよね。はい、最後もシルバーですね。パオロ・ゲレーロ、まあ、フラメンゴの選手なので今やってるねイベントでは、まあ、スカット評価高いですよね。さあ続いてゴールド引いていきましょう。香川とか欲しいな。コラロ、左サイド結構いるんですよ。まあ、でも身長高いね。うちの左サイドの中では一番身長高いんじゃないかな。しかもスキル結構持ってるぞ。低端ドロップとか持ってる、ピンポイントクロスも持ってる。結構よくね。さあ2回目、
まあ、クルドモもそうだ、出るからね。バリーボランチ、はい、こんな感じです。はい、あと3回、このゴールドはね、黒玉が一切映らない。ミラダス左ウイング、お、すげえ全体的にできますね、攻撃のポジションは。はい、こんな感じです。さあ、それでは、さあ、それではゴールドラスト2回、お、黒玉があるぞ。カルニッチ、ゴールドで黒玉出したことがないっすね。はい、こんな感じですね。お、スキルは結構持ってますね。じゃあゴールドボールラストいきましょう。おお、黒玉あるぞ。あー、来なかったか。クローンデリ、はい、こんな感じです。で、あと2回ね、まあ、獲得したコインということで無料で引けるんだけど、まあ、ボックスドローだよな、引くんだったら。イニエスタ引いた状態で、いや、リセットもありっちゃありなんだけどな。で、リセットをして2回ね引きます。さあ、これでイニエスタがセルヒオ・ラモス来たらすごくね。まあ、だけど 50% ぐらいで黒玉出ますんで。おお、ジョルディ・アルバ来た。いや、ジョルディ・アルバ持ってないからね、欲しかったんすよ。はい、能力見ていきましょう。総合値78、左サイドバック170cm、27歳、左利きです。で、あ、ちょっと待って、コストの方が32で、能力の方が、まあ、あるところはスピード、瞬発力ね、86、88、はいはい。で、軸裏ターンが持ってます。いや、もう一回ありえるぞ、黒玉。いや、ありえるよ、これ。いきましょう。うわー、滑ったー。ゴールド、レイナ、ゴールキーパー来すぎだって、ほんと。はい、ただ強いな。コラプシング88、ディフレクティング85。わー、ちょっとキーパーなんだけど、コンディションがちょっと低いかなって感じ。あと、怪我の耐性3。うん。あ、スキル結構持ってるね。低弾道、パントキック、ロングスロー、キャプテンシー、闘争心。はい、ということで今回、無料で引けるガチャの方を15連ね、引いてきました。まあ、意外に課金しなくても、ガチャの方は引けるには引けるゲームだとは思います。まあ、世界累計4000万ダウンロードしたのでね、まあ、これからも、たくさんダウンロードしていただいて、我々ユーザーはそれで得た報酬をもうこのゲームにぶつけていきましょう。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。